これより守護聖拝命の儀式を執り行います。ティムカ、前へ。それでは陛下のお出ましです。新たな守護聖をこの聖地へ迎えることができて、これほどの幸せはありません。ありがとう皆さん。それじゃあエトワール、石板の神器に封じられたサクリアの印をこちらへ。ティムカは陛下の御前へ。ティムカ、よく来てくれました。はい、私は水の守護聖としてこの身を捧げ、陛下に常しえの忠誠を尽くすことを誓います。ありがとう。この宇宙の新たなる水の守護聖の名をここに与えます。おっ、これで儀式は完了ね。聖獣の聖地へようこそ。これからどうぞよろしくね。そして守護聖をここへ導いてくれたエトワール、おはよう。今日も元気そうだね。そう見える？おはよう。あのね、あなたが宇宙の育成を頑張ってくれたおかげで、陛下のトーチも軌道に乗ってとうとう完全に安定したんだ。今までずっと心配かけてごめんなさいね。私も宇宙ももう大丈夫。あなたともこれからはいつでも会えるわね。いろんなお話がしたかったの。嬉しいわ。それだけじゃなくてね、陛下が復帰されたから宇宙ではますます発展の勢いがつくよ。ほんと言うとね、もう
陛下と私たちが多少無理すれば、あなたのこと神長の宇宙に返すこともできるんだけど。私がレイチェルにお願いしたの。約束の一年間、これまで通りあなたに使命を託したいって。あなたもそれを望んでると思ったから。どうかしら。ありがとう。そう言ってくれると思ってた。万が一何かの事情で使命を続けられなくなったら、その時は私に言ってね。さあ、これからますますお仕事は増える一方だよ。みんな頑張ろうね。こちらですよ。いいえ、気にしないでくださいね。あなたを待つのも私にとっては心地よい時間なのです。それではもう少し歩きましょうか。
少し休んでいきませんか。おや、ディナーの時間が近いようですね。ゆっくり食事をするというのも素敵ですね。それでは参りましょう。遅くなってしまいましたね。楽しい時間でしたが、そろそろですね。もう少しだけ私と一緒にいてほしいとお願いしてもいいですか？返事はその笑顔で十分ですよ。あちらの静かな小道を歩きましょう。さ、私はあなたと過ごした一日を思い返すたびに、心が温かく、そして切なくもなるのです。あなたは本当に優しい人ですね。仕草の一つ一つにもあなたの澄んだ心が現れていますよ。元気なあなたも大変魅力的ですが、そうしてはにかむ姿はとても女の子らしいのですね。私は本気ですよ。
今日はあなたの新たな一面も見ることができて幸いでした。忘れられない思い出になりましたね。あのせせらぎが聞こえますか？森の湖が私たちを呼んでいるような。一緒に参りましょう。私はあなたを愛しています。誰にも何にも代えがたく、あなた一人を愛してしまいました。その先にあなたが待っているなら、どれほど苦しい試練も、どれほど長く困難な道のりも、結ばれるための喜びとなるでしょう。こんな私の気持ちを受け入れてくださいますか？これからの時を共に歩みましょう。悲しみを分かち合い、喜びを与え合い、二人で過ごす時をぬくもりと慈しみで満たしましょう。あなたと私の二人で愛という名の人生を紡いでいきましょう。私たちはいつも一緒です。私の愛しい